アルファ1をね、店頭店にして、毎日店長これ使ってます。まあ、使ってるっていうよりも、お客様に説明しているんですよね。ソニーショップ生は店長の片山です。いやー、やっぱりアルファ1素晴らしいですよね。日々、こちらのアルファ1のね、いいところをお客様に説明しております。フラグシップ機ということで、今までのね、カメラにはない素晴らしい点っていうのが盛りだくさんに入ってるんですよね。今日の動画は、このアルファ1のね、基本的なところのお話をしていこうと思います。左からアルファ1。7S3、7-3、パッと見た感じにはほぼ変わりはないと思います。軍艦部なんですけど、 S3 はやっぱり動画撮影用に録画ボタンとかが押しやすい位置についております。 α1 はドライブのダイヤルが別途追加されてます。グリップの形状もほぼ変わりはないと思います。 α1 の場合、しっかり小指までグリップ、α7-3 になります。小指がちょっと余る感じはします。 α1 は 9-2 と同じく LAN の端子を乗っけております。 HDMI の標準端子がついております。背面液晶の方なんですけど、 α1-7-3 はね、チルト液晶になっておりますし、 7S3 はバリアングルになってます。お客様の中に α1 バリアングルの方がいいのにって言われるお客様がいらっしゃるんですけど、やっぱり静止画専用なんで自撮りはそんなにしないんですよね。プロの方はやっぱりチルトでね、いいんではないかと思います。モード切り替えスイッチ、露出のボタンにもロック機能がかかってます。これドライブの切り替えになります。押してダイヤルの切り替え、1枚連射、セルフタイマー、下の方にはフォーカスですね、こちらでロックがかかる形になります。メカシャッターと電子シャッターを選んでいただくことができます。ジョグダイヤルもちゃんとついてて、操作が非常にしやすくなっていると思います。 α7S3、α1 ともに Beyond XR が搭載しております。新しいメニュー画面になっております。操作がしやすいということで、お客様からも好評を得ております。タッチ操作をすることで、メニュー画面もすべてタッチで操作ができます。ソニーのカメラなんで、瞳用オートフォーカス気にされてる方多いと思います。検出対象をペットにしてみました。 α1 のファインダー、すっごい見やすいんですよね。光学ファインダーと
遜色ないファインダーになってると思います。ちょっとこの画面では分かりにくいかもしれないんですけど許してください。でファインダーのフレームレートを変えることができます。高速にすることによって被写体が激しい動きの時にもファインダーで見やすく追いかけやすくなります。瞳検出の方も人物、ペット、鳥の瞳にも合うようになりました。YouTube でね、動画を流してそれをカメラで検出してみました。この機能があるとね、喜ぶ方たくさんいらっしゃるんではないかと思います。これも新しい機能なんですけど、電源オフの時にシャッターを下ろすことができるんですよね。デフォルトは切りになってました。これを入りに変えます。電源がオンになっている時には当然センサーむき出しなんですよね。でもカメラの電源をオフにすると数秒後にシャッターが下ります。この機能があるとレンズ交換をする時なんかにセンサーにゴミがつくことが非常に少なくなるんではないかと思います。これは待ってた機能ですよね。今日ご説明した機能以外にももっともっといいところがあります。小出しになるかもしれないんですけど、分かったところはね、自分の勉強のためにもまた動画でアップしていく予定なので楽しみにしておいてください。先日なんですけど、ソニーのカメラ新しい動きがありました。コンパクトなフルサイズ用の単焦点レンズが発売になります。 24mmF2.8G、 40mm の F2.5G、 50mm の F2.5G ということで3モデル出てきます。デザイン的にもアルミでできてたり、なかなか高級感がありますよね。コンパクトに持ち歩きができるんで、スナップ写真なんかには非常に便利なんじゃないかなと思います。α7C につけていただくとね、ほんと機動性が増すレンズだと思います。発売の方はまだちょい先なんですよね。ソニーストアで先行予約発売。α1 も、この新しいレンズの方もどちらもこの動画の概要欄のところにリンク先作っておりますんでね、そこからぜひ購入の方よろしくお願いします。当店の実績になりますんでね、本当にそこから買っていただくとすげえ助かります。リンク先から購入していただいた方、当店の方にご連絡してください。お問い合わせフォームをつけております。岡山駅西口正面にありますソニーショップ清和です。岡山県で唯一この α1 店頭展示しております。ぜひ見に来てください。これ以外にも α7C も展示しております。 α7-3 ももちろん展示してますし、 α7S-3 も展示しております。今日は以上です。バイバーイ。マウントが E マウントで統一されてて、レンズが63本の中から選んでいただくっていうのは、これだけでもね、非常に魅力的なカメラなんではないかと思います。今年は α7-4 が出るのか出ないのか、それも気になりますし、今、ソニーのね、カメラ部門から本当目が離せませんよね。